はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。これまで2回はずっと司会をさせてもらってたんですが、今日は講師の生ということでお話をしていきたいと思います。ちょっと正月明けて仕事が落ち着いてきたかなみたいな周りの方なので、皆さんお願いしたいと思いますが、今日も4時過ぎぐらいまでざっと進めていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。お願いがいくつかあってですね、今日他からお話しすることは実はそんなにないんです。どっちかというと、ずっとテーブルの中でよくお話をしていただきたいなというふうに思っていますので、要わからんとかあったら全然遠慮なく言ってください。僕いくつか話し合いのテーマ準備してきてますけど、それじゃうまくいかなそうだったら一緒に変えていきたいなと思いますので、不安なく言っていただけたらなというふうに思っています。ここから話さないという時ながら、なんか一応話をしようと思っているので、話しながら、書きながら、皆さんで話し合いながらという時間を、1時間ぐらいちょっと取っていこうかなというふうに思っています。矢部市の地域コミュニティ社会資源の見つけ方、つなぎ方ということで、今日テーマをいただいてますが、皆さんちょっと振り返ってみたいなというふうに思っています。1回目、2回目、今日が3回目になりますが、ぜひ手を挙げていただきたいですが、1回目出られた方、どれくらいでしょうか。ちょっと周りぐーっと見ていただいて、あ、8割ぐらいですね。ありがとうございます。下げていただいて、2回目出られた方、どれくらいですかね。あ、これもたくさんです。7割ぐらい。ありがとうございます。下げていただいて、1回目、2回目、両方出たという方、もう1回手を挙げてもらって。ってなると、半分ぐらいになるということですね。はい。今日3回目が初めてだという方、手を挙げていただいて、お、それも出ました。ありがとうございます。1回目、2回目はですね、京都大学の近藤先生が、医療の側から社会的処方という話をされました。で、2回目はですね、長峰先生と吉江さんという方に来ていただいて、具体的な事例を伺いながら、リンクワーカーってどんな今日のことをするんだろうなということを聞き、考える時間でした。で、2回目はですね、後半は、事例検討をここに輪になってみんなでやっていったというところでした。ちょっとだけ写真をお見せすると良いかなというふうに思いますけれども、こんな感じでですね、覚えてますかね、輪になって、具体的なケースを一見、これってどうやっていくのかねっていうことをみんなで話したというような時間でした。僕、全然医療も福祉もズブの素人で、専門まちづくりのことをやっています。で、まちづくりって非常に中途半端で、ふわっとした言葉なので、めちゃくちゃ中途半端なことを今日も言うかもしれないし、つかみようのない話をしてしまうかもしれないですが、何かエッセンス感じ取っていただけたらなと思っています。社会的処方って言葉がちょっと結構一人歩きしてるなと僕は思っているんですけれども、その困っている人が地域のコミュニティにちゃんと入れたりとか、なんか地域で役割を見つけられたりして、元気になっていったらそれでいいやっていうことが、一個大事なことかなと思っています。地域の側をサポートしているのは結構僕は兵庫県のいろんな町でサポートしていますけど、地域は地域でめちゃくちゃ疲弊してたりだとか、人がいなかったりだとか、なかなか大変な中で、どうやってじゃあそれをつないでいったり、見つけていったり、つなぎ合わせていったりするかみたいなことを今日皆さんと一緒に話しながら考えながらができたらなというふうに思っております。はい、ではですね、早速始めようかなと思うんですが、今日のメンバー多分まだ初めましての方もいらっしゃると思うので、ちょっとテーブルでよく話す時間を取ろうと思ってますので、なんか10分ぐらい時間を取ろうと思うので、簡単に自己紹介ちょっとぐるっと回していただけるといいなというふうに思っています。例えばよく知った人もいると思うので、名前と所属と、普段私こんなことしてますみたいなことを改めて相談いただくのと、もしみんな知ってるわって思ったら、私の週末はこんな予定、今週末こんな予定ですみたいなことをちょっとシェアしてもらえるといいかなというふうに思っています。はじめましての方が多いと思いますので、簡単に名前と所属と普段こんなしてますということが共有できて、ちょっと進めていけたらなと思いますので、ではテーブルにちょっとお任せしようと思います。また声かけさせていただきますので、それぞれよろしくお願いします。まだ話されている方で大丈夫です。コロナになってオンラインがめっちゃ普及しましたよね。で、皆さんもオンラインからめっちゃうなずいてます。オンラインがすごい増えたと思うんですけど、なんかオンラインで僕が一個残念だな、めちゃくちゃ僕らの仕事でめっちゃ便利だなと思いながら残念だなと思うのは、こうやって雑談することが本当になくなっちゃったんですよね。会議だけ、話し合い終わりますって言ったら退出ボタンして終わり。で、
まあ、残って話してもいいよって言ってもなんかオンラインだと話しにくいみたいな感じで、なんかこうやってせっかく50人が集まって研修を受けるということの一番大事なことって、休憩時間とかこういう時に雑談がちゃんとできることがすごい大事だなというふうに思っています。あのリンクワーカーって、あのリンクワーカー養成校をなとして来てますが、意外とそういうことなんじゃないかなと思っているんです。地域の中の雑談だったりとか、会った人となんか、関係なさそうな話がちゃんとできるかとかってすごい重要だなというふうに思っています。僕はまちづくりが専門なので、なんでかわからないですけど、まちづくりの仕事をしていると最近福祉の仕事、福祉関係のところ、まあ、例えば社協さんとかから声をかけていただいて、そういうところで仕事をすることが本当に増えてきたなと思っています。特に田舎に行くとそういうことが増えてきました。多分まちづくりが福祉のことを外せなくなっているんだなということをこの 2,3 年すごく感じていたときに、まあ、保育社会的処方というところに、で今日は僕用意しているこの資料はですね、かなりまちづくりの話です。ほとんど福祉の話出てこないです。で、まあ、なるほど、世の中はそうなってるんやっていうことをちょっと感じてもらえたらいいかなというところで、まあ、ところどころまた話し合いをしながら進めていきましょう。お手元に印刷しているものと、印刷してない資料もありますので、できるだけそれは分かるようにお話ししていきたいなと思います。と言いながら早速多分印刷をしてしてあるか、これはしてますね。はい、してました。いろんなところの講演会をしていて、僕が最近一番最初に話しているのがこの話なんですが、大都市名古屋、愛知県名古屋市のですね、名古屋駅前の話をしています。県南の関係もなさそうな話を今からしますが、名古屋市管理の植え込み勝手に野菜畑っていう、このニュース 見たことある方いらっしゃいます？でもしいらっしゃったら手を挙げて、あ、2人くらいいらっしゃる、ありがとうございます。めっちゃ重要なニュースでした。あのテレビではすごいちょっとバラエティっぽく報じられてます、ことの経緯をちょっとだけ説明します。大都市、まあ、新幹線も止まるような名古屋駅の前にですね、名古屋市が管理している植え込みがあったんです。花壇ですね。この花壇がですね、何が起きたかというと、あるおじいちゃんがこの花壇に草がぼうぼうなのを見てですね、これはあかんやろって言って自分で草引いて野菜植え出したんですよ、ね、で野菜畑にしたんですよ。そしたら名古屋市、まあ、行政は何と言ったか、ここに白い縦看が立ってるの分かります？白い縦看が立ってるんです。名古屋市は何と言ったと思います？ここは公共財産なので個人のものを勝手に置かないでください、直ちに撤去しなさいっていうことを言ったんですよ。これが事実として起こったんです。それに関してこの日テレの、これ6月のニュースなんですけど、今日の日本テレビの皆さんが街行く人にインタビューをしました。インタビューをすると、A と言っている人たちのグループと B と言っているグループの人たちがいたんです。何か A と言っているグループの人たちは、そんなん草ぼうぼうに生えてるんやから、やりたい人がおるんやったら草抜いて畑にしてもたわきれいでええやんって言ってる A の人たち、 B の人たち、いやそんなん公共施設なのに勝手に個人が使わなんておこがましい、やめたほうがいいって言ってる B の人たちがいたわけです。皆さん どう思います？公共施設の自分の荷物、まあ、自分のものを勝手に置いて、でもほっといたら草ぼうぼうになってるわけです。誰も管理しない。名古屋って河村市長ってすごいよくねテレビで有名な市長ですが、まあ、市長にこの話を相談したところ、市長は何て言ったかというと、そんなスイカでも何でもええから好きにしてもらえって言ってもらったんですね。何が起こってるかというと、花壇とか公園の管理って行政がしないといけないけど、お金が一番つきにくいしやれない仕事なんですよ。放置されがちで、実はこれって僕はいい話だなと思っているのは、気になった一般市民の人が、まあ、ちょっときれいにしたのかいなって言ってきれいにして、きれいにするだけやったらなんやから、まあ、ちょっと自分の楽しみもと思って野菜を植え出したっていうことですよね。それって市民が町のことを考えて自分なりにこうしたら良くなるんじゃないかっていうアクションなわけです。それを行政がそんな公共物やからやったらあかんって言っちゃうのかどうか、結構大事、すごい大事なニュースだったなというふうに思っています。これから、まあ、矢部市、まあ、僕は豊川出身、日高出身なんであれですけれども、人口がどんどん減っていって、行政にお金もどん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 なくなっていって、なんなら行政の職員がどん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 減っていって、全部が
できなくなります。そういう時に自分でやってみようっていう市民とか町民が一人でもいたら町がきれいにされるかもしれないというのが、まあ、今おつたちが置かれている世の中だなと思う象徴的なニュースだったというところで、町づくりって結局誰がやるのって話をするときにこの話を実現しています。どうしても専門職、行政とか町のことはプロがするもんだというふうに思われているんですが、いやいやそうではなくて、何でもない素人でもいいし誰でもいいから町のことに関心がある人たちがちょっとずつやってくれるということがとても大事じゃないかなというふうに思っています。まさにリンクワーカーっていうのは皆さんの専門職の方がされる場合もあれば、民生児童委員さんとか福祉委員さんみたいな、まあ、いった一般市民の方だけどちょっとそういうことやってみようかな、まあ、言われてしゃーなしでやってる方とかがちょっとずつやっていくということがすごい大事だなと思います。逆に言うとそういう方々の機会をなるべく逃さないようにやりやすい環境づくりというのをしてあげるのがすごい大事だなと思っているので、まあ、最初にこの話をさせていただきました。いきなりその後の自己紹介なんですが、まさにと言います。日高町の神鍋出身で金坂峠を越えてすぐぐらいのところに実家がありますけれども、もともと建築の設計の仕事をしていて、ある時から町のことを関わりだして、今どんなことをしているかというと、兵庫県内のいろんな町の自治会が立ち行かなくなっているところとかに掘り込まれて、まあ、掘り込まれてという言い方があれな、飛んでいってですね、この自治会とかこの地域どうやって本当に守っていくかということを皆さんと一緒に話しながら考えています。佐用町のある集落ではですね、この谷にですね、一つの谷に家が100軒あるんですけれども、100軒のうち空き家が50軒なんですよ。ってなるとですね、どうなってるかというと、鹿とイノシシが普通に道路歩いてるみたいな、まあ、これもヤブでも多分大家とかね、施工面の方があるかもしれないですが、そんな状態になって、結局そうなると、人間がどうするかというと、自分の家の周りに柵を立ってるわけですよね。僕なんか人間動物園ってよく言ってるんですけど、動物と人間の関係がちょっと変わりつつあるなということを思ったりして、そういうことを行政にお願いするんじゃなくて、自分たちでどうやって町を守っていくかということをみんなで一緒に考えるというのが僕の仕事で、多分20年前にはありえなかった仕事だと思うんですが、それほどまでしないと地域の、自治会とか組織が維持できなくなってきつつあるというのが現状だということです。まあ、こんな感じで話し合いをみんなでひたすらするというのが僕がやっている仕事。これってインクワーカーの視点で見ると実は地域資源なんですよね。こういう話し合いが地域の中で起こっていて、あそこのじいちゃんの誰々さんどうかなみたいな話とか、こんなことがされているというのが本当はすごい大事だなというふうに思います。ちょっとだけ僕が町のことをやりだした理由をここでご紹介しとこうかなというふうに思うんですが、僕は山口県の宇部市というところに行って大学生の学生時代を過ごしたんですけれども、宇部市って宇部興産というセメント屋さんの町なんですね。セメントしか作ってないみたいな町で、なんか商店街があるんですけど、町の中心、これ土曜日の昼間なんですけど、こんな様子だったんです。これ10年前ですね、12年前と。姫路でいうところのみゆき通りみたいな場所なんですけど、土曜日の昼間に写真撮って、人がいる写真を撮れないみたいな、最寄りの駅から5分みたいな場所なんですけど、商店街歩いてもなくなっちゃってる。こんな様子なんで、本当に街の様子がこんな様子で、生きていけないんですよ、多分この街じゃなくそのうち。で、僕は建物の設計の勉強をしてて、まだこれ 3.11 の前の話だったんですけれども、その当時は200年住宅とか100年住宅とかって言って、なんか家をとにかく長持ちさせることが大事だっていう話をずっとされてたんです、設業界というのは。でも街はこんな様子なわけですね。で、まあ、僕が今もずっと思っているのは、まあ、このままだと建物が100年持っても街が100年持たんなということをはっきり思ったので、街のことをちゃんとせねばと思ってやっていたら、なんか今日こういう場に挑んでいただいたりするみたいなことになっています。はい、で、じゃあ街づくりっていうのをちょっと話をするんですが、まあ、皆さんそんなことは言わずもがなんですけれども、街づくりってパッと道路を作ったり公園を作ったりとかっていうハードを整備するっていう右側のものを昭和まではイメージされていました。阪神・淡路大震災が起こり、東日本大震災が起こり、少子高齢化が進み、いろんな社会が変わる中で、どっちかというと、まあ、俗に言うソフトと言われる左側ですね、
教育、医療、福祉、保健、防災みたいなことがすごくこれからの街づくりとして大事だというふうに言われるようになっています。まあ、あの社会的処方の事業なんてまさに街づくりだなというふうに僕は思っているわけです。あれあのこれも個人的な意見ですけど、あれお医者さんとか福祉の業界だけの言葉にするのはあんまり良くなくて、ちゃんと街のことを分かっている人たちもあの取り組みが必要だなと思っています。特に重層的支援体制整備事業ってなんか最近ちょろっといい意味にしますよね。重層的支援体制の中には地域づくり支援って急に言われ出してるんです。福祉の街づくりってことをしないといけなくなってるって問題になります。これはまあ僕が思ってることですが、とはいえ作ることもしたいしすべきだと思うので、街づくりってこれから大事なのは作るっていうことと使うっていうことをあの相乗りさせながらやっていくっていうのがすごい大事だなというふうに思っています。あの今日僕が今からお話しすることの結論を先に言いますが、リンクワーカーになるとですね、困っている A さん、困っている B さん、C さんみたいな人たちを地域資源につないでいくっていう意識、リンクでつなぐっていう意識がすごい高まると思うんですが、僕すごい大事だなと思うのは、これからってつなぎ先がなくなっていく可能性があるなと思っているわけです。当たり前のようにあった地域のサロンがなくなっていったりだとか、コミュニティ活動がなくなっていったりということがあると思うんです。だから多分これ今日最後に言おうと思っている話ですが、そういう地域コミュニティを作るっていうことも、もしかするとリンクワーカーに求められてくるかもしれないなと思っています。つまりコミュニティを育てるっていうことですね。あの建物を作ったりだとか、なんか公園を整備したりとかっていう作るじゃなくて、コミュニティを作るっていうことも場合によったらこれから射程範囲に入ってくるんじゃないかなというふうに思っているということです。もちろん使うっていうことですね。あの資源として地域コミュニティやあのサークル活動を使うっていうことはそうですけれども、まあ、作るっていうことも大事。今僕たちはリンクワーカーということで研修を受けていますが、これは一番最初に物資の社会的処方ということで資料があったんですけれども、まあ、リンクワーク機能ってどんなイメージかというとですね、まあ、患者さんがいて、医師介護とか、まあ、専門職がいて、まあ、こっち側に一般市民、市民がいてですね、まあ、地づくり的活動、地域の気づきのネットワークという地域の活動がありますが、その間をこう取り持っていったりつないでいくというようなイメージだと思います。で、前回前々回の、近藤先生や長峰先生というのは、まあ、どちらかというとこの上側、こちら側にあるというか、で多分僕は圧倒的にこっち側という人なんです。で、多分これまでの、重層的支援とか社会的処方みたいな話は結構ここから上だけで話がされているなと僕は思っていて、今回藪下さんがこう僕を街づくり側で入れてくれたのはすごい嬉しいなというふうに、こういうふうに間をつなぐのが、リンクワークというふうに言われていると。でですね、あの資料に戻りますが、まちづくりでもそういうことは言われていて、そういうのをまあよく中間支援って言ったりします。もしかすると聞いたこともあるかもしれないですけれども、ここは基本的に、まあ、これ必ずしも右側が行政だけではないですけれども、まあ、地域のこともありますが、行政と連携しながら、まあ地縁型という自治会とか町内会、藪下だと自治協みたいなところと何かこうコーディネートをしてつないだり人材育成したりということとか、もう一方で目的型と言ってますが、例えばヨガサークルとか、おじいちゃんたちの囲碁サー囲碁将棋サークルとか、なんかこう楽器が好きな人たちの集まりみたいな、こういう住んでる場所とかエリアによらない、志を共有できる、趣味とか、興味を共有できる人たち のチームみたいなところを、つないでいったりというところを中間支援って言ったりしますが、僕が普段やってるのはこの中間支援ということです。なので皆さんが医療福祉の現場でリンクワークということをこれから今もされていることと同じようなことが実は街づくりの中でも起こっているということを知っていただけるといいなと思います。で、これも今日1個も重要ポイントですが、まちづくり活動って大きく分けて2つあります。1つは地域型、地縁型と言いますね。地縁は地縁ですね、地縁型。もう1個は目的型といってですね、先ほどから言っている興味とか、趣味とかで集まる人、
こんな言い方をすると語弊があるし間違ってるんですが、勇気を持って言うと支援型はどうしてもおじいちゃんおばあちゃんたちが集まりたいです。でこの目的型は割と若い人たちも集まります。じゃあ別におじいちゃんおばあちゃんが趣味のサークルやってるのもこの目的型だと思います。でどうしても地域コミュニティって発想するとこっち側を想像してしまうというのが今の多分僕たちの頭だと思うんですけれども、やぶしでこれから大切なのはこっち側の目的型というので、趣味とかテーマで集まる人、例えば、前回の、事例検討の時にですね、囲碁将棋ってやったらできそうかもって言ってる A さんがいたと思うんですが、そういう人たちは別に地域の中に入っていかなくていいですね。こっち側の目的型テーマが共有できる人たちのコミュニティにちゃんとつないであげるといいなみたいなことで、この2つがあるということも今日ぜひ知っていただけるといいなというふうに思っております。で、話をだいぶしていますが、今日お話しすることここからちょっとだけ書き出して話をしていこうというふうに思っていますけれども、そもそも地域コミュニティでって今みたいな話とですね、テーマ型と支援型の社会資本、今ちょっと話していってるんですが、あとソーシャルキャピタルと言われているような社会関係資本とか、今日最後の2つがポイントになろうかと思いますが、実はここは僕答えがないので皆さん一緒に相談しましょうというところです。どうすれば社会資本が見つかったりつながれるか、見つけるよりもどうやって育てるかみたいなことを話したいなというふうに思います。これでイントロ終わりですが、資料の右下に空白があるのちょっと分かりますかね。ちょっと皆さん考えたいなと思っています。私が知っている地域コミュニティ社会資源ってどんなのがあるかなって、今僕が目的型とか遅延型って話をしたりだとか、名古屋市の駅前の話をしたりだとかをしましたけれども、これ別に正解はない話ですので、ぜひ皆さんちょっと書いてもらいたいなと思ってます。この枠の中に私が知っている薮市に限りましょうか、薮市の地域コミュニティ具体的に書いてもらうといいなと思います。こんなのがあるんでね、地域コミュニティとか社会資源ってどんなのがあるかなというのをちょっと一回書いてみて、またテーブルでシェアする時間を取りたいなというふうに思っています。はい、ではそれぐらいにしましょうか。じゃあまだ書いてる途中みたいな感じだと思いますけど、ありがとうございます。どうですかね、書いてみてめちゃくちゃ書けたっていう人と考えてみだすと意外と書けんかったみたいなこととかもあるかなというふうに思います。これまでリンクワークあって困っている人とか何かこう当事者を地域につないだりとか、何かそういうところに参加支援をしていこうとしているけど、意外とそっち側は知らんかったなみたいな感じがもしかしたら気づきになられるかもしれないです。ぜひですね、ちょっとまた時間取れますので、テーブルの中で一人ずつ発表を別にしなくても大丈夫です。どんなの書いたみたいなことをちょっと雑談できる時間にしたいなというふうに思っていますので、一人ずつ発表してもらっても全然構いませんけれども、またお声掛けしますので、皆さんと見せ合いながら話ができたらなと思います。では、私が知っている地域コミュニティ困難あったでという話、雑談できたらと思います。お願いします。ありがとうございます。めっちゃいい話だったなと、周りながら聞いてましたが、結構、へーって思う話がいっぱいあったんじゃないかなというふうに思います。そんな知らんかったので、そんなところでそんなやってるんだ。多分、こういうことが結構大事なんじゃないかなと思っているわけです。リンクワークが何せか2000ということよりは、だって地域の情報とかを知ったり、そんなところでそんなやってるんやったら、ちょっと一回覗いてみようかなとか、行きにくい場所だったらちょっと紹介してもらえるとかって言ったりすることで、一人一人が持ってる情報の量は少なくても、50人が持ってる情報がすごく多いですので、それをちゃんと共有し合えたりだとか、お互い知り合えるということがすごい大事なんじゃないかなというふうに思っています。なんなら、今日このままちょっと話してもいいんじゃないかと途中思ったことですけれども、研修なのでちょっと前に進めていきましょう。またこういう時間を後ろの方に取っていこうと思います。ここからちょっと長めに話しますので、もし、見にくかったら椅子動かすのがあっても全然構いませんし、ご注意ください。いいかと思います。今、地域コミュニティの話をどんどんしていっていますが、どうですかね、皆さん。その地域コミュニティ、例えば自治協とかがイベントどんどんやってますけど、それってめっちゃ主体的にやってるかなとかってどう思いますかね。補助金があるからやってそうだなとか、なんかそんなこととか思ったりされるかなと思います。今実際専門職ということを一回外してですね、自分が一市民だとして見たとき、地域ってどうなってるかという話をどんどんしていきたいと思います。地域コミュニティの大きな背景ということで書いております。
まあ、こんなことは言わなくても当たり前なんですけど、わざわざ言います。地域コミュニティの大きな背景は非常に変化しているということです。下にピンク色でこれまでとこれからは違いますということをはっきり言っていますけれども、ちょっとずつ読みながら説明をしながらやっていこうと思いますが、まあ、少子高齢化が急激に進展していますね。今国の方では、ね、少子化対策をということをすごい言われてますが、少子化対策は効果が出るのは20年後とかなので、まあ、2年3年では相当変わらないわけですね。これからは後期高齢者がどんどん増えていきます。よく言われているのはですね、養父市は結構昔に変わっちゃってるんですが、前期高齢者が多い町というのは元気な町だというふうに言われているわけです。例えば自治会活動や地域のボランティア活動なんかそういう人たちがよく担われていたのが原因なんですが、今そこの世代がガポッと75歳以上に変わっていってて、後期高齢者がすごい増えているという状態だと思います。ごめんなさい、養父市のデータを持ってきてないみたいですが、少子高齢化が急激に進んでいます。で、人口減少時代に突入していてですね、まあ、出生率の低下や空き家耕作放棄地というのはどんどん増えていくというところですし、まあ、ライフスタイルは多様化していってですね、まあ、共働き家庭というのは割と当たり前になっていますし、一人親世帯というのも、普通になっていっているような気もするなと。一つの小学校の一クラスの中でも何人も一人親って普通にいるよなというところで、そんなに珍しいものではないし当たり前だなということになっているでしょうし、多様性の理解ということでいうとですね、今日この場にもですね、実は男性より女性の方が多かったりというところで、まあ、こういう福祉の仕事に男性がどんどん参加するようになったということも変化かもしれないですし、あと外国人居住者がどんどん増えているということもあって、最近外国人と日本人と他の国の方で結婚して子供できたら、昔ってハーフハーフとかって言ってたじゃないですか。ハーフって結構なんかちょっと差別用語っぽくなってて、最近ミックスって言ったりするようになりましたね。ちょっとずつ変わってきてたりする。あと経済格差がどんどん拡大していったりっていうことで、非正規雇用が増えていったり、貧困の問題が増えていったり、環境問題が深刻化ということで、毎年どこかで必ず災害が起きているということで、自然災害が大規模化、巨大化しているというのが今世の中で起きていることだと思います。これ必ずしも、町全体で起こっていることではないですけど、大きな地域コミュニティの背景としてはこういうことがあります。あと、そうか、例えば田島の状況でいくと、どこかでまた言われ出すと思いますが、地の過疎ということも言われ出しています。地の過疎、過疎って人口が減ることだけを過疎と言わないんですね。最近地の過疎って知識の地です。知識の地の過疎というのがすごい言われていて、僕もその一員を担っているので言いにくいですが、僕は15歳で実家を出て、明石の方に進学をしたんですが、どうですかね、皆さんのお子さんとか周り近所の子たち、18歳になったら大学に出るって一人暮らしをする人がすごい多いんじゃないかな。一回出たらなかなか戻ってこないですよね。これ地の過疎っていうんですよ。街の中に、めっちゃ極端な言い方をすると頭を使える人がどんどん減っていっちゃうんじゃないかと。今日、ある、地方の大学の先生と朝話していましたが、明らかにこの10年間で学生の質が強烈に下がったっていう、子どもたちが減っていることも影響していますが、やっぱ地方には、人がどんどん残らなく、選ばれなくなっているということを、まあ、地の過疎ということで語られるように、まあ、こんなふうな大きな背景がある中で、まあ、それでも僕らはですね、諦めずに街づくりをしないといけないし、街のことを考えたいというのが今置かれている状況です。先ほどちょろっとだけ話しましたが、そんな中で地域コミュニティというのは地縁型、まあ、エリア型といったりしますが、自治会、自治協、地区社会福祉協議会という方といいますが、住んでいる地区を単位としたものというです。あと目的型というのは、興味関心とか趣味とかでつながる地域コミュニティというところです。田舎に行けば行くほど、この地縁型、上側が強烈になっていて、下側があんまりないという状態になっているんです。でも多分、田舎こそこういうことがすごい大事で、なんか若い子たちが戻ってきたくなる街には、もしかしたらこういうコミュニティがたくさんあるかもしれないなという。ですし、どうしても、リンクワーカーとして地域につなごうとしたときに、地域につなぐ、いきなり自治会とか自治協につなぐのってハードル高いですよね。ベタっとした環境の中でもうちょっとライトな関わりの中でつないでいくというのができると本当はいいんじゃないかなということで、でもそのためにはここを育てないといけないし、作らないといけないというの
が町としても大きな課題だなというふうに思っています。資料を印刷していますが、じゃあ今どんなことが起きているかということをちょっとだけ解説をしていこうと思います。シーソーの絵にしてよく話しているんですけれども、地域コミュニティっていうのはこれまで自分たちの生活を維持するための最低限のことができればいいということだったわけです。それに合わせて交流をしたりだとか親睦ができるようにということで村の祭りをやったりしていたんですね。例えば防災活動をしたりだとか親睦交流活動をしたり環境美化活動をしたりだとか防犯活動をしたり年末警戒をしたりとかっていう生活に必要だなということを自発的にやっていたのが、本来の地域コミュニティだったわけです。これ特に遅延型の地域コミュニティはそういうことだったわけです。それがですね、なぜかこの、平成に入って以降ですね、どん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 新しい役割が足されていっているわけです。例えば高齢者を見守りしてくださいとか、放置された空き家の管理してくださいということだとか、いろんなことが新しい役割がどん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 入っていくわけですね。一方で、じゃあ左側を見ていただくと、矢部市のことはそんなこともないと思いますけれども、例えば自治会を取ってみると加入率はどんどん低下していっているし、共働きになって担い手がどんどん、それまでは当たり前のようにリタイアした後は地域活動していたのがしなくなっていたり、ずっと働きます。中心をそれまでずっと担ってくれていた役員が引退したり、ライフスタイルが変化したりというところで活動する人がどん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 いなくなって減っていっているというところで、今シーソーで言うとやらないといけないことがめちゃくちゃ多いのにできる人が少ないみたいな状態が遅延型のコミュニティの中ではずっと起きていることでした。で、これラッキーだったのはコロナになったのは結構ラッキーだったんですよね。よく話しているのはコロナになってですね、多くの地域活動が自粛とか中止になりましたね。これは非常に悲しいことだし辛いことだし、これあんまり良くないことなんですが、僕らみたいな立場からすると実はちょっとだけラッキーだったと思う。これまでいろんなところからやれやれって言われた活動を一回リセットできたんです。考え直す機会、考え直す時間になったんです。で、これはもう如実です。もう正直言ってめちゃくちゃ、分かりやすくて、地域コミュニティしっかりしてるところとか、ちゃんと担い手を育てられていた地域はですね、コロナだろうが何だろうができることちゃんとやろうって活動続いてるんです。地域コミュニティにもう疲弊感があったり続かないなとかしんどさがあるところはコロナを理由に全部が全部やめちゃってます。でもう多分そこは再度立ち上がることないんじゃないかなというふうに思っています。それくらい、差がはっきりしたというのがこのコロナ禍における地域コミュニティの活動でした。でも一方で、コロナだからっていう理由でさっきのヨガサークルやってみようとか朝一ちょっと一緒にやってみようみたいな新しい目的型のコミュニティが生まれているということも一方ではあるんですけれども、基本的にコロナによって多くの行事を中止したところをもう一回再度始めるということは非常に難しくなっているというのが今の地域コミュニティです。冒頭にインクワーカーでこう困っている人とか当事者の人を地域につないでいきましょうって言ったけど、地域側がこれからどんどんなくなっていく可能性ありますよって話をしましたが、まさにそれです。だから地域を育てるということも同時にしないといけない。でもこれごめんなさい、一応語弊を恐れずというか間違わないように言っておくと、リンクワーカーの人に全部が全部地域育てるというのは無理だと思っているので、そこはそこでそういう専門家がいるだろうとも思っています。それが僕らみたいな役割だというふうに、こんなふうに地域は今コロナと今、コロナまた大発が増えてますけれども、一回行事とか活動がリセットされてフラットになっているみたいな社会状況だと思っていただけるといいと思います。ここからじゃあどうすんねっていうところが非常に重要なところになります。でですね、ちょっとだけ小難しい話をもう一度させてくださいという感じですが、もうさらに社会の大きな背景の話を制度の射程という話でいつも講演しているんですが、納得していただけるとありがたいなと思いながらしゃべりますが、じゃあもうちょっと大きい社会背景の中で今まちづくりと国の活動、冒頭の、名古屋の駅前の話をしましたが、それにつながる話をしますけれども、福祉とか防災とか何にも関係なくですね、一番外側の円が地域とか社会の課題です。困りごと
がこんだけあると思ってください。こんな外の円ぐらいあると思ってください。制度の射程っていうのは、皆さんが専門職で活躍されていたりとか、行政がお金を使ったり人を使って解決できる範囲だというふうに思ってください。で、ある意味でいい街というのは、この地域や社会の課題っていう外の大きい円と、この制度の射程、行政や専門職の人やお金を使って解決できる範囲というのが同じ大きさになっていたらですね、住民、一般市民は何もしなくていいわけです。全て行政や専門職が解決してくれるわけです。仕事に行って、家に帰って家族とご飯を食べて寝てっていう暮らしをずっとしておけばいい。困りごとは全部行政や専門職が解決してくれるというのが、これが一致していくと、そうなることが起きます。ただ、さっきから社会背景を僕がずっとお話ししている通り、今社会や地域の課題というのはどんどん膨らんでいってますよね。もうなんかこれから減ることないんじゃないかなというぐらい困りごとが増えている。一方で、人口が減ったりだとか、お金がどんどんなくなっていることによって、行政が人やお金を使って解決できる範囲がギュ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 ッとちっちゃくなっていっちゃっているというのが現状です。つまり、ここにあった、もともとあったギャップ、この差がですね、昔よりもどんどん広がっていってる。だから地域にどうないもならへん課題とか困りごとがいっぱい出てきちゃってるというのが、まあ、今状況だと思います。さっきの話した名古屋駅前の花壇の話なんて、まさにそうなんじゃないかなというふうに思っているわけです。じゃあ、このギャップってどうやって埋めるのっていうと、皆さんのお手元のスライドにある通りですね、行政と共同して解決したりだとか、地域活動、地域コミュニティの活動で解決するということしかもうなくなってきているというのが、今状況、置かれている状況です。まあ、つまり、まとめて言うと、つながりで解決をしていきましょうという、これ、まちづくりあるあるの非常にふわっとした言葉を使いましたが、つながりで解決しましょうっていう言い方になっちゃっているというところなんです。つながりではそんなに解決はできないんですけどね。まあ、でも、つながらないと解決もできないんですっていうところです。はい、というのが、今僕たちが置かれている環境だというふうに思っています。まあ、だから、もしかしたら、リンクワーカーが必要な理由は、その医療機関の圧迫とかをどう解決するかみたいなことも一つあるのかもしれないな。ただ、地域の、で、ここから次、また地域の状況を見てみますか。行ったり来たりですね。地域の状況、地域の実態はということで、これは僕が住んでいる兵庫県播磨町という兵庫県の一番小さな町の自治会長の皆さんにアンケートを取りました。アンケートを取ると何て言ってたかというとですね、自治会活動を行っていく上での課題なんですかというと、上からも高齢化、役員が負担です。役員も慣れていません。参加者が固定化しています。行政からの回答です。みたいなことを、ほとんどです。つまり、さっき言ってた制度の射程と地域の課題の間のところは、地域活動で解決しましょう、つながりで解決しましょうってきれいに言ってるけど、実際の地域はそんなことできる場合じゃないやんというところになっているというのが現状だというところです。じゃあ、国はそういうところでどうやって言ってるかっていうと、もう自治会とか各種団体だけとか、それぞれの団体の活動だけでは到底解決できないので、官民問わず団体の協力連携していきましょうということが言われています。ちょっとだけスライドの皆さんの会お配りしている資料になりますが、具体的にどういうことかというとですね、地域の中ってたくさん団体ありますよね。自治会もあり、自治協もあり、子ども会もあり、BTA もあり、老人会も高年会もあり、サークル団体もあり。で、今皆さんのお住まいの地域とか、お仕事で回られている地域の地域コミュニティどうなっているかということです。よくあるのはという通りですね、みんな向いている方向がバラバラです。やりたいこともバラバラ、あっちはこう、こっちはこう、下手すると足の引きずり合い、足の引っ張り合いをしていったりする地域コミュニティもあるかもしれないということです。でも、今の大きな社会背景を前提にすると、もうそんなことを言っている場合じゃないというのが今置かれている状況です。これ地域の中ですけれども、もう団体同士の頑張りましょうということで、一つの地域の中で、例えばここには子ども会、スポーツクラブ、老人会、PTA、サークル、自治会と書いていますが、いろんな各種団体が連携しながら、地域の、課題を解決したりとか、新しい出来事を起こしていくということに今向かいつつある。その一つの仕組みが実は、親部市では自治協なんですよ。実は自治協はその一つの仕組みなんですが、なかなかうまくいかないというところもある。で、そういうところにはですね、子ども、個人、若者、PTA、老人会の利用、生きがい住民、学校とか、
立場ないとかを関わらずにいろんな人たちが集まって、まあ、古い新しい男女年齢とか関係なく多様な人が集まって作る地域というのが、まあ、今求められだしていて、この形にどん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 なっていこうとしているわけです。でその中心にはですね、実はリーダー役、なんならコーディネーター役としての事務局という人たちがいるというのが、良いとされていますし、こういう人たちが地域のいろんな活動とか地域コミュニティのコーディネートをしていくという形になると、素晴らしいなというふうに思っているということです。例えば皆さんがさっき地域コミ知っている地域コミュニティどんなあるかなというのを考えていただいて書いていただきましたけれども、ここに聞きに行きゃいいみたいな話になるかもしれませんね。地域の事務局に聞きに行くと、あんな話があったりこんな話があるみたいなことになっていくと、まあ、本当は素晴らしいんじゃないかなというふうに思っているというところです。こんなふうに今社会がすごく変わっていって、まあ減少傾向にある中でも地域の団体とか、人がつながりながら、なんとか一緒にやっていくみたいなことができないかというのが検討されていた。でですね、ただ、さっき地域コミュニティの話を知ってる地域コミュニティをたくさん書いていただいたんですけれども、この次のスライドも今日すごく重要な話ですので、ぜひこれだけ星印でもなんか丸印でも書いておいていただきたいんですけれども、地域コミュニティやコミュニティ活動には権益がすごい重要だというふうに言われています。これはもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、改めての説明です。地域、共通という遅延型のコミュニティの話をしていますけれども、林浦藩組みたいな、生活を維持する一番小さい単位の集まりがありますね。一番小さい単位で、これ補完性の図とかって言うんですけれども、一番小さい単位は林浦藩組みたいな。でその次の大きさの単位が自治会、町内会、村、集落みたいなところです。でその次の大きさのつながりが小学校区、場合によっては旧小学校区。さらにその上のつながりが中学校区ですし、さらにその次の展開が町や市というところですね。でさらに大きくなると県みたいになっていくんですけれども、例えば、高齢者、認知症カフェ開きましょうって言ったときに、どの県域でするかって結構考えたときなんですね。中学校区でやった方がいいのか、認知症カフェ林浦藩組でやった方がいいのか、どこでやったらいいのか。これが結構これって地域の中であんまり意識されていないことで、僕ら街づくりを仕掛けるときにはすごいこのどこでやるかということを常々意識しています。例えば、最近子ども食堂がめちゃめちゃ流行っていますけれども、兵庫県明石市の市長でいろんな有名な明石市はですね、子ども食堂が小学校区に1個以上あるっていう街を目指しますって言ったんです。明石市の隣の神戸市はですね、市長がですね、子ども食堂を区に一つ作りますって言ったんですよ。でこの違いって何か分かります？ちょっとだけ考えてみていただけると分かるんですが、子ども食堂って主に小学生がやってきますよ、ね、で小学生って校区外に出るなって教えられてると思うんですよ。なので神戸市が区に一つ子ども食堂を作っても全然足りないわけ。だから小学校区に一つないと区をまた小学校区をまたがって子ども食堂に行く子たちはいないので、小学校区に一つ子ども食堂を作りましょうみたいなところでこう設置するみたいなことになります。こんな風に地域コミュニティを見るときに、どの範囲にどの活動があるかっていうことを見ていくっていうこともすごい大事なんじゃないかなというふうに思っています。で場合によったらテーマ型目的型の活動というのは横断的にが地域コミュニティを見つけたり発見するときに、どんなところにあるかということを見られるのがすごい重要じゃないかなというふうに思っているという話をしていただきました。でここから、そういうところを通じてどうつながり作りをしていくかみたいなことで、資料の中にはこんなソーシャルキャピタルみたいな図を書いてますけれども、今日やっているように専門職同士がつながったりだとか知り合ったりするということで、複雑な人間関係をちゃんと作っておいた方がこういう情報が集まってきやすいよということを、一旦話しながら、この資料が用意していました。すごい概念的な話ばっかり今しているので、結構複雑だったかもしれないです。
けれども、ここから資料はちょっと印刷してないんですが、いくつか事例をご紹介しようかなというふうに思っています。さっきの小学校区、中学校区、インコとかでどんなことが起きているかというところです。ごめんなさい、ちょっと薮市の事例は用意できなかったので、例えばこれは社会資本になる、社会資源になるだろうというところでご紹介をしたいなというふうに思っています。ですね、兵庫県辰野市の室津、大浦という自治会ですけれども、ここの自治会はですね、世帯数が40世帯しかないし、すごい小さい集落でした。まあ、やぶにも、似たような地域だと思うんですが、地域で集まって話し合う機会は、週に1回の100歳体操の時しかないらしいんです。自治会の会合とかも全くないらしいんですよ。100歳体操の時に毎週月曜9時から100歳体操やと言って10人15人が集まってるっていう、これが自治会で唯一人が集まる機会ということでした。で、ただこの集落ほんまに、独居の女性がすごい多いところだったんですよ。でもここのいつもの体操ってひたすら100歳体操して終わったらじゃあ帰りましょうって帰っちゃうみたいなところだったんですね。皆さんもしかしたらご存知とか関わられているところは、100歳体操終わったりしたらちょっとお茶飲みましょうって言って雑談をしたりだとか話し合ったりとかするんだと思うんですけれども、なんかそういうことを全くしなかった。で、僕がちょっとだけサポートをしながらどんなことをしたかというとですね、これ僕映ってますけれども、毎回ですね、100歳体操の時にですね、家にある昔の写真1枚ずつ持ってくるみたいなことをしだしたんですよ。大浦のこの時の昔の写真1枚持ってきてとか。で、写真見ながらみんなでこの村のことを話し出したんです。こんなことあったね、あんなことあったね、こんな活動してる。そしたらですね、あの人って今どこで何しとんやろとか、大丈夫かいねみたいな人の関係性の話にどん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 なっていくわけですね。で、ここに実は社協の職人さんとかがいてくれてて、でそういう情報をキャッチアップしながら、あの人ちょっと見に行かんとあかんかくねとか、どうなってるか確認しましょうみたいな話にどんどんなっていったというところです。こういう集まりってわざわざ集まってくださいってやってやるのはなかなか難しいんですけれども、100歳体操のついでとかにやりましょうみたいなことになると、割と人が集まりやすいし、自然な形でできるんじゃないかなというふうに思います。で、こういうところに専門職の皆さんが、いてくれることによって、困っている人の発見にもなるし、逆にこれはある種社会資源になっていてですね、ここに紹介をしておくと、なんかうまくいくんじゃないか、資源の発掘とか育てることになったなというふうに思います。もう一個事例をお話ししようかなと思っているんですけれども、これ上郡町 の、 これ自治協ですね。自治協がですね、月に2回ですね、ふれあい喫茶をやってて、200円でモーニング食べれるみたいなことをしているんです。これよくやっているやり方だと思いますけれども、なんか、こんな実際割と立派なパンとコーヒーとサラダが食べれるんです。200円で食べれるんです。で、ここが結構地域の情報の交換の場になっていて、実は、足がないんですよ、ね、で、ここはこの地域協が、本当はあんま良くないんですけど、送り迎えをちゃんとしてくれていて、お金も取ってないです、ただ一緒に乗っていこうみたいなことをやってて、ここに行くとですね、地域の情報が集まってる。あの人と何やったかなって、さっきのオーラみたいなことが自然に起こってるみたいなことが起こっていました。200円でできているのは、実は自治協がここのサロンになると喫茶にお金をどん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 入れてくれていてですね、こうやって地域の情報が集まる機会がすごい大事だということで、自治協の活動になっていったみたいなところがありました。こんなふうにですね、さっきのオーラみたいな場合とかですね、こうやって地域のサロンがフレア喫茶をやったりというところで、地域の情報がどん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 集まっているなというところです。で、皆さんがさっきお話ししていただいた通り、地域コミュニティを知ろうと思うと、どこにどんな情報があってどう取りに行ったらいいかということがすごい大事だと思うんです。で、ちょっとここ一個皆さんにぜひ相談いただきたいとか話聞きたいなと思うことが一つだけあります。聞いてみようという、社会資源、地域コミュニティとか地域資源の情報って、やぶ市だったらどこにあってどこに行くと発掘できるんですかねっていうのを、ぜひなんか皆さん同士で話し合っていただけるといいなというふうに思っています。
ひたすら足で稼ぐしかないわっていう人もいると思えば、あそこに行くとこんな情報が実は結構蓄積されているよとか、こういうところでこんな情報を見つけることができたみたいなことが、まあ、私が知っているおすすめの方法とか、私が普段地域のことを知るためにはこんなところを知ってますみたいなことがあると、まあ、これ別に専門職だからとかでも一市民としてでも構いませんので、こんなあるでっていうことをぜひお話していただけるといいなというふうに思います。この後ちょっと藪市の話にちょっと移っていこうかなと思いますので、ちょっと長く喋りすぎていますけれども、10分ぐらい時間取ろうと思いますので、こんな藪市の社会資源ここにあるんじゃないかということでちょっと意見交換してもらえるとありがたいなと思います。では、よろしくお願いします。出してもらいますが、結構重要だなという話もありました。実はどこにあるか、どこに発掘できるかってちょっと無茶なテーマなんですけれども、なんとなくこんな話があったんじゃないかなというふうに思っています。果たして信頼できる情報源をちゃんと持てているんだろうかみたいなことであったりだとか、意外と地域の情報ってまとまってるようでどこにもまとまってないなみたいなことがどのテーブルでも出てたんじゃないかなというふうに思っています。例えば自治協の広報誌なんていうのは年に何回か出ていきますが、そこに住んでいる人にしか配られなくて、なんか自分が仕事で関わっているところに全然知らなかったりだとか、意外とそういうことで情報が専門職の中でも共有が十分にできない、まあ、今日きっかけに人がつながってちょっと情報を教え合う関係になってもらえるとすごい嬉しいなと思っていますが、と思います。だから紹介し合ったりだとか、いうことができると地域の情報ってすごく発掘しやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、いずれにせよこの地域の情報をどこにどうまとめるかというのは、ある種まあ行政の中でちゃんと考えないといけないことかなというふうに思います。例えばですけど、なんかホームページが1個あってですね、そこにいろんな情報が載ってて、もしかするとリンクワーカーの研修を受けた人だけが見れるみたいなホームページがあってもいいかもしれないですね。そこに地区ごとにどんな活動が起きているかみたいなことが分かってもいいかなというふうに思います。まあ、何よりも重要なのは地域やテーマ型のコミュニティの情報を得るときにですね、まあ、地域の中ではいいも悪いも噂話というのはすごいたくさんもあるのでですね、でしっかり信頼できる情報にちゃんと出会えるかどうかというのはそこの目的が必要なんじゃないかなと思います。今日ごとにもお見せした図ですが、まあ、藪市でこう現在のリンクワークのイメージって書いてますけれども、今皆さんの話を聞いていてですね、今日は、生活支援コーディネーターの方もいらっしゃれば、社会福祉士の方もいらっしゃれば、ケアマネの方もいらっしゃれば、看護師の方もいらっしゃるというところで、まあ、この辺りの、皆さんがいらっしゃると思うんですが、なんとなく、まあ、これを今思いつきで言いますけれども、実は地域に近い側の専門職と地域からちょっと遠い専門職みたいなことがあるんじゃないかなということになって気づきいたしました。もしかすると専門職のリンクワーカーとして専門職の皆さんの中でも、あの人あそこの地域に詳しいから聞いてみようみたいな関係性とかができていくと本当はいいんじゃないかなと思うので、今日テーブルは多分、事務局の方でバラバラにしてますけど、場合によったらなんか地区ごとみたいなことで今後話し合いをしていくとかということも効果的に働くんじゃないかなみたいなことを今思ったというところです。まあ、いずれにしてもこうやって人と話す中でですね、地域の情報とかを紹介し合ったり、付き合えるということが非常に大切だと思いますので、こういう場を続けていくっていうのがすごい大事かなというふうに思います。今日ですね、僕からお話ししたかった話は大体、終わっていて、ちょっと時間に通しているんですけれども、資料使ってないところもありますが、これまた後でちょっとだけ話ができたらなというふうに思っています。今、リクワーカーとしてですね、終わっている人とか当事者の人を地域につないでいくときに、実は地域ってそんなに頼りになるものじゃないということが言いたかったわけです。で、実はそんなに頼りになるものじゃないけど、そこを頼っていかないといけないし、そういう時に実は、ちょっとだけさっきも書いたんですけれども、医療福祉の枠組みを超えて、それ以外の街づくりを専門でやっている人とか、地域活動をやっている人とかとどうやっていくかということがすごい重要なんじゃないかなというふうに思っています。今日ここの場で、医療福祉の専門職の皆さん同士がつながっていることにも非常に価値がありますし、この3回の研修を経てですね、顔見知りがたくさん増えていることもすごい価値があるんですが、次の展開としては、この枠組みを超えたところでの出会いみたいなことがもっと広がっていくと、いろんなつながり作りということが進んでいきやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。そのためには、情報がまとまっていたり、情報が共有できるという仕組み作りっていうのを行政の方で一歩考えていけるかなというふうに思っているというところです。
冒頭結構概念的な地域コミュニティそんなに元気じゃないよっていう話をしたので、ちょっと期待があんまりない感じになっちゃっていると思いますが、それでもこうやって人がつながりながらやれているということなので、何かしら前に進む一歩になっていくんじゃないかなというふうに思います。私の話はこのあたりなんですが、ここからですね、休憩取ってですね、後半ちょっと、3回分の研修を振り返りながらですね、今後の話をどんどん進めていきたいなというふうに思っております。かなり長時間話してやっていただきましたが、皆さんがこうやってがっつり話ができるのですごい信頼していますし、その場がすごい大事だと思います。一旦私の話はこれで終わりにして、10分ほど休憩を取りたいというふうに思っていますので、もし帰っちゃうとかがないように、名刺交換先にしないとと思ったら名刺交換先にしといてくださいね。大変なので、10分休憩したいと思います。一旦私の話これで終わりたいと思います。ありがとうございました。これから振り返りをずっとこうして皆さんの中で振り返りの話し合いをしてですね、まあ、せっかくなんでちょっとこういうテーマで話をしたいなと思っていて、3回の編集で印象に残ったことベスト3みたいなこと、まあ、なので3枚の付箋をお渡ししたということです。こういうことが印象的だったなということ、まあ、ベスト3じゃなくても3つですね、付箋に1つずつ書いてもらいたいなというふうに思います。先にテーマをお出ししておきますので、まあ、もう聞きながら書きながらでも構いません。まあ、聞いてもらったらいいかな。冒頭、一番最初から振り返っていきますね。最初に、これ、薬師のこれからの社会的処方事業のということで、一番最初の資料に書いてあった、C の方は実はあんまりそう説明するにキュッと飛ばされているような資料かもしれないですけれども、まあ、今、社会的処方薬師で何を目指しているかというと、太字のところだけ読みますが、多職種多機関のネットワークの強化ということで、こういう場でちゃんとつながり作りをしましょうということ、あと細かいニーズにも対応できる相談体制をちゃんと作っていきましょうということ と、さっき最後に話してもらいましたが、場とか居場所機能のサイン確認と、受け皿となる社会資源の発掘育成みたいなことをしようということです。で、まあ、この辺は社会の課題が書いてますけれども、結局何を目指しているかというと、リンクワーカーも一つの手段ですし役割ですけれども、全ての世代の市民が地域や一つのつながりで体も心も健康に生活することができる孤立しない社会の創造ということをしたいなというのが、まあ、今この研修の大きな背景としてあるということです。そんな中ですね、第1回目はですね11月でしたけれども、この時も50人ぐらい参加いただいていると思いますけれども、このレイアウトでありました京都大学のですね、この直樹先生に、今なぜ日本で社会的処方が必要かということを話題提供いただきました。皆さんのアンケートを見ていると、近藤先生がこのスライドを使われているのがすごい印象的だったようで、まあ、医療の側からですけれども、せっかく治療した患者をなぜ病気にした環境に戻すのかというのが近藤先生が言われていることだったようですけれども、こんな議論から始まる。今近藤先生のスライドを使って喋ってますから、ね、つながりが資源にということで、まあ、途中僕も話そうとしましたが、ソーシャルキャピタルといって、今日何度も言っている通り、こういうつながりが資源になるんですよということで、個人では友人知人とのつながりとか、組織では連携する組織同士のつながり、つながりの中にある知識、技術、権力、その多様性などが機能するよねと。で、社会的処方っていうのは人々をつながりでエンパワーメントしたりだとかっていうことだよねって話です。僕はすごい次のスライドが印象的だったんですけれども、今日次回とかの話をたくさんしましたので、まあ、地域で役割のある高齢者は長生きだということを近藤先生話されていました。自治会、ある自治会を追跡するとですね、自治会で役員をやっていた人の方が死亡率が 12% 低かったんだということをデータで、よく言われているのは、災害が起こった時に地域で役をやってたら一番最初に探してもらえるって言いますよね。あの人がいらんみたいな。よく結構自治会とかでよく役員を口説く時に使ってて、役員やっておくと一番最初に探してもらえますよって言って、災害が起こって安心ですからとかって、まあ、今それでそそのかされてくれたんです。こういう話の中で、これ皆さんのアンケートの中から抜粋をさせてもらいましたが、まあ、医療中心の言葉であることが気になっていたけれども、まあ、あくまで社会的処方というのは医療者を巻き込む仕組みということに理解できたとか、先ほどの自治会の話の役割を持つことが大事だという、一人一人がつながっていると思える場が大事だよねという話、
あとつながり続けることが、人の命とか健康を守るものだと知りましたというのであったり、医療を含めたネットワークについて今までとは違う視点で捉える必要があると再認識を確認しました。医療と福祉の連携で息の長い寄り添い、伴走型支援が必要になります。あと社会的処方の概要、ゴール、意識を学んで専門職として取り組んでいきたいと、ポジティブな意見であったり、何よりもこれすごい重要だなと思ったのは、支援者専門職自身が健康でなければいけないとの言葉が印象に残った。どうしても自分のことは後回しになって体や心を苦すことも多いので、人とのつながり、地域とのつながり、いろんなつながりが次のステップにつながりになることということで、とにかく皆さんが健康でいることが大事だなということをすごく意識すべきだなと思います。この後ですね、1回目は第2回目に登場していただいた長峰先生にオンラインでお話しいただきましたが、ちょっとネットワーク回線の都合でブツブツ切れながらの話になっちゃったので、第2回にしっかりお話しいただこうということになります。第2回がですね、これ長峰先生東京から来ていただきましたけれども、リンクワーカーっていうのは別に専門職とか人に限ったことではなくて、いろんな段階でリンクワーカーがいるよねということが、を話していただきました。かなり書き出していきますが、リンクワーカーに求められる機能は一応、イギリスの定義だと12個ありますよって話でした。アセスメントスキル、コミュニケーションスキル、傾聴力、本人とともに決定すること、信頼関係を構築すること、言葉選びと活用、共感力、エンパシー、非臨床化であること、地域コミュニティを的確に反映できること、コミュニティサービスに関する、知識と普段のアップデートができること、動機づけと能力開発、行動変化を引き出すみたいなことをされましたけれども、リンクワーカーだとこれを絶対身につかないといけないといけないというわけではないと思います。こういうことが一つ軸になっているよということが、お話としてあったというふうに思います。なんかこの順位をメモしなさいということではないので、はい、こんな話でした。長峰先生はですね、リンクワーカーっていうのは、聞き上手、聞き出し上手、伴走上手であることが大切ですねということや、さまざまな段階でのリンクワーカーが必要だと。長峰先生曰く、市長もリンクワーカーですよという話をされていました。つまり役という意味ではリンクワーカーですよという話をされていました。きっかけは何でも誰でもいいので、一度つながったらリンクしていくと、波のように広がっていくんじゃないかと。あと住民からでも、公的機関からでも、うまく楽しく、さまざまな人を巻き込める仕掛けを作っていきましょうという話でした。そのための一つが、さっきの情報がまとまっているみたいなことも、そのための一つなんじゃないかなというふうに思ったというところです。これは長峰先生のスライドから見させていただきましたので。この長峰先生の話を受けてですね、皆さん のアンケートから相変わらず一部抜粋をさせていただくと、つながることの大切さを改めて感じたということだったり、さまざまな方法があることっていうのを再認識できましたと。長峰先生、かなり離島の事例だったり、銭湯の事例だったり、いろんな事例をお話しいただきましたので、再認識できたということでした。他の地域でも実践、検討されていることが分かったと。薬師なりの形がどのようなものなのか、考えることが必要と思いましたということで、先ほどのリンクワーカーの10人の要素というのは、あくまで、薬師でないところで考えられたものですので、薬師側のリンクワーカーってどういうことかというのを考えるのも必要だというふうに思います。世間話の中から小さなことを聞き逃さず拾い上げていけたら私のできることをと思いました。地域の人たちが一番地域のことを知っているというところと、そこに専門職の方が関わることで助かる人がたくさんおられることで、そこをつなぐことの必要性を改めて学びましたという、全部が全部専門職の皆さんがやるということではなくてですね、つながっているからできるということでいいんじゃないかということです。先ほども何度もお話ししてますが、町づくりとか地域頑張れよっていうのをリンクワーカーに求めるのはなかなか難しいと思うので、そういうところは僕らみたいな専門家がちゃんと関わるということが大事かなというふうに思います。その後ですね、事例検討ということで、一つの事例だけでしたが、10人で、こんなことがあるんじゃないか、こんなことがあるんじゃないかということを話をしていきました。事例検討はですね、事例1ということで、医療機関から紹介、これからのケースのこんな人ですよということを示していますが、父親と二人暮らしの生活であったが、父親が入院中ですと。生活にメリハリもなく、近所トラブル、意思等あり、今後は心配で、生活の関係について自宅で論議が発生します。こういう人たちをどう、こういう人をどう、つ
ないでいくかみたいな話を、みんなで囲みながらやっていったというところです。話す人と聞く人と分かれていたんですけれども、皆さん非常に好評のアンケートをいただいて、アンケートで回答いただいています。ちなみにどんな時間割でやったかというと、もちろんこの時間割通りには進みませんでしたけれども、事例の読み込みを持ってみたり、足りない情報、それってどうなってんのってみんなが質問するっていうのを約10分ぐらいやり、生活者としての暮らしや願いや希望、どういうことを思われているかということをみんなで改めて確認をしていきました。でそれを実現するためにどんなことができるかなということを、妄想を膨らめながらどんどん話してアイデアを出していったという感じです。到底ここは10分で終わらず、すごいたくさんの時間を使っています。でじゃあ具体的な方策をということで、これで大体50分ぐらいのセットになると。で皆さんが普段日常業務の中ではこんなにゆとりがある話はなかなかできていないというふうに思いますけれども、こういうことができるといいねというような話し合いの場になっていたかと思います。それを踏まえてですね、アンケートの中もまた一部抜粋をしましたけれども、こんなご意見を皆さんにいただいています。ライブで見ている側でしたが、いろいろ参考になりましたし楽しい時間でしたと。あるもので解決を目指すのではなく、妄想を語り合えたらもっと良かったなと思いました。いろんな人の意見が来てよかったと。一人の生活者としての思いを大切にしながら悩みに一緒に考えていく過程を共有できたと思います。あともっとざっくばらんにお茶しながらするとかでもいいんじゃないのみたいなのもありました。こんな小さなこともと思うことがあって、聞き上手にならないとなという話だったり、いろんなアイデア妄想を聞くことができたとか、意外とこの多職種で検討できてよかったという意見をいただいている方が多かったかなと思います。今後もこういった場を作ることが望ましいでしょう。でこれも一緒ですね、多くの方もいろいろな方面からの考えが来てよかったと、自分には盛りつかない考え方で気づかされることがいっぱいあったということです。最後に、専門職それぞれの立場の見学はありよってかなということです。一つリンクワークのこの3回の研修の、テーマというか、キーワードになっているのはつながり作りだったかなというふうに僕は思っていますけれども、皆さんの中で、どういうことが印象的だったかなとか、こういうことが学べたなというところをちょっとだけ時間を取りたいなと思いますので、過去の資料を見ながらでもいいです。今日初めて参加されていることは今日印象に残ったことで構いませんので、3回の研修で印象に残ったことベスト3、1つの付箋にですね、1つということで、あんまり長い文章にならないように分かりやすくキーワードで書いてもらえるといいなというふうに思っています。これをもってちょっと話し合いに移っていこうかなというふうに思いますので、5分ほど時間取りますので、付箋にできたら太いペンで書いてもらえるとめっちゃありがたいですが、なければ別にシャーペンとかでも使っていません。3回の研修で印象に残ったことをベスト3、皆さんよろしくお願いします。